ちょっと待って、ちょっと待って。人数が3倍になったな。最終4人で走ってたら、いきなりね、12人になった。まあそんなのは置いときましょう。皆様、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。初見さんもいらっしゃいませ。本日も、マリオカート8デラックスの 200cc やっていこうと思います。今日は視聴者リクエスト採用していきます。まず一つ目はこちらですね。コーラが出るごとに、語尾に画面をつける縛りやってくださいというね、リクエスト。1レース目、こちらチーズランドですね。で、キャラクターはピーチ、じゃベビーピーチの空豆リーフタイヤ。紙飛行機ですかね。最初落ちてしまったんですけども、こちらのカスタムでね、画面縛りやっていこうと思います。ただしコーラが出た場合のみなんですけど、コーラって言ってもね、これね、ほら緑コーラと赤コーラとトリプル赤コーラ、トリプル緑コーラ、トゲゾーコーラっていろいろあるんですよ。で、そのね、5つのどれかが出ても、まあ、やろうかなというわけでよろしく。まだ出てないの、コーラ系は。ここで使ってブレーキー、よし、おっしゃ、戦いナイス。戦い嬉しいんだけどさ、これスタッ、これはスター使ってダ、あー、なんでそこで私の取ろうとしてたダブルアイテムが取られてしまったな。さあ、このシングル割ってアイテムで、まあコインか。やべ、画面縛りできねえじゃんこれ。画面縛りが一切できない。あ、トゲゾウ来たねこれ。どうしよう。まあ、ね、普通にいつも通りタタンと走っていきますか。さあ、あ、画面画面ようやく緑コーラ引いた画面で軽減します。あー、着地しちゃったね。着地入っちゃったから遅くなってしまったんだけど、さあここでノアジョショートカット決めます。これ多分確実に1位取れるね。で、逆半近内、いやー1位取られたか。ユータンさんに1位取られてしまったんですけど、難しかったな。てかね、画面つける場面が全然なかったよね。3周目の最後と、1回だけ緑コーラ引いたところだけ画面縛りできたと思うんですけども、もうその他全然キノコとか他のアイテムばっか引いてたからね。まあそんなわけで、こんな部屋とねなっております。ムスカさんとヌイマルクスさんしかいなくなってしまった。国内勢3人しかいなくなっちゃった。みんなね、あのぼちぼち抜けてしまったんですけど、さあベビーパークが当たりそうなところピーチサーキット来てくれました。さあ第2レース目やっていきます。で、リクエストは、ね、1レース目と全く同じくやっていきます。緑コーラとコーラ系のアイテムが出たら画面縛り、アイテム取れなかったら、まあまあまあ、ここはしっかりブレーキ踏んで、あー、ちょっとどこだよ、なんだよこれ、ガードレールを外側、これ初めてだな、こんな押し出されて。うわー、さあ気持ち切り替えてやっていきましょうか。さあダブル、さあ最初のショットアイテム、もうなんか逆走してないの、悪いぞ。どうしたんだろう、アイテム厳選してる。スターのキノコ3つなんで、これ交換して縛りができないな、これ なるべくどんどん交換していきましょう。サイクル、トゲゾー引いた、これ画面縛り対象ですね。さあ、前のヌイマルクスさんを抜きたいんだけど、パックンで、抜けなかった画面けど抜けた画面、ああこれ使う画面、よし、キラーでガンガン上がってください、よろしくお願いします。これさ、曲がりカート通過したとここで割るね、うん、見極めながらですね。で、あの1位のさ、どうもり早いんだよね。どうもり、あのなんだっけ、あつもりか、楽しみだね。あと1ヶ月切ってるけども、さあ緑コーラ引いた、ムスカさんに当てた、オッケー、この赤コーラ通過してくれたおかげでムスカさんに当たってくれた画面と、テレサ多いなー、ちょっとテレサが多い今日。さあキノコ今1つでどこまで上がれるか、次ねショートカットあるからね、そこで使いたいなって感じなんですけど、この人何引いたんだろう、びっくりマーク D さん、もうマジでこれイン付きで当てます、よし。で、1位やと赤刺さるかな、あれ刺さんないよね。うーん、2位か、いやーもうちょっとふざけんなよ本当に、もうなんでさ笑い事じゃない、笑い事じゃない、落ち着いて走ろう今日ちょっとあれだね、あのとあれだよ、あのボム兵と特にテレサが多すぎなんだよな。というわけでちょっと画面縛りね、なかなか難しかったけどね、楽しかったんでよかったですね。リクエストしてくれたね、シニアさん、ありがとうございました。恥ずかしい、なんか自分だけワリオスタジアム選んじゃって、みんなドス隕石なのに恥ずかしいね。まあドス隕石選べられたんでちょっと気が楽になりましたと
イワナナノデスさんとチワピさんがね、国内勢新たに来てくれました。いや心強いな。第3レース目ドッスン遺跡やっていこうと思います。でそしてリクエストもね、やっていこうかな。まずこちらリクエストです。スマブラスペシャルさんからいただきましたね。でマリオのターボ1のスリックタイヤのゴールドカイトのカスタムで、走ってくださいお願いしマルクスというリクエストいただきました。誠にありがとうございます。3レース目以降はねちょっと危ねえぶつかりとかった危ねえやべえ楽しみながらにやっていこうと思います。2レース目まではねガメ縛り縛りのリクエストだったんですけども、3レース目からねこうカスタムのリクエストをちょいちょい入れながらやっていこうと思います。これ見るとさマリオとさレーシングゲームにあるよよくあるようなカートがこうが合わさったような見た目ですよね。でダブル赤コーラなんでこれちょっとここで投げて感覚上げてもう一個投げて多分もう一回引くと思うんで赤コーラ。あー逆か逆が良かったこれジャパクションしてまだ使わないね。トゲゾウ来た時用だね。これ譲られる可能性とかこの距離だったら全然あると思うんでジャンプアクションしてジャンプアクションしてオッケー、ラグかなんかあ引っかかってるあーそこであでも前あれだジャンプ台のところでサンダー受けてるから落ちてる可能性大だな。ターボたまんないな相変わらずターボがたまりない、そこのテレサは別にどうでもいいですね。でダブルボックスあって赤さんワンチャン引かないかな。ダブル赤でもいいお引いたあトゲゾウナイスいや運がいいね。アイテムはなかなかいいんだけどさあボム兵持ってたんで危なかったな。とりあえずここで刺さりますよね。で私前ショート化で前出ます。いやースピード出てねここのジャンプアクションでなんとか加速して OK ダブルアカコーラ前投げて1フィニッシュありがとうございました。さあマリオなんか任天堂とね他のさゲームのこのレーシングゲームによくあるようなカートだよね。マリオの唯一のねターボ溜まりづらいのとちょっと曲がりにくいっていう感じですかね感想としては。でもね、楽しかったです。3レース目は、ありがとうございました。4レース目ねまた違うリクエストやっていこうと思います。いやそこだけは来ないで OK よかった。来てほしくないコース2つあったんだけど通過してくれました。第4レース目は12人集まってくれました。ありがとうございます。200cc のマリオカートスタジアム渡るさんがみーかっこいいね。僕とすごい顔が同じですね。いや嬉しいありがとうございます。続いてのリクエストこちらですね。ヨシカイさんからいただきました。YouTube で初のコメントです。初めてなんだ YouTube で僕の動画が初めてコメントしてくださったんだ本当にありがとうございます。誰が見ても変だなと思うカスタムで走ってみてくださいお願いしマルクスというリクエストいただきましたんでこちらのね、誰が見ても、おかしいカスタムやっていきます。まずベビーロゼッタそしてカードがバウザートライク、バウザートライクですね。で、タイヤがワイルドタイヤワイルドタイヤってマリオカート7ではめちゃくちゃ人気だったやつで、カイトがクッパダコというねなんとも言えない斬新なカスタムでこれ赤コーラ使いたかったんだけど後ろから赤コーラ来てたんでこれは防御に使いましたと。次のアイテムでガンガン使うかここでもう1個使ってダブル取ってでなんでこのカスタム選んだかというとこのねカートに注目ください。このカートね普通重たいキャラが乗るようなんですよバウザートライクって大体でも赤ちゃんキャラが使うってなんか変な気持ちじゃないですかこれちょっと前出させて当てます。ああ嘘カンナムスタイルちょっと待ってサイさんいるぞカンナムスタイルさんに今赤コーラ投げようとしたら緑コーラ展開されたな。トゲゾウ行きます。これ上位取りたいなキノコ出てくれると思うんで多分 OK さあスター速攻使ってガーンと4位かダメだったあ3位だよかったベスト3ありがとうございます。これ赤ちゃんが乗るってなんか不思議な気持ちしませんかねこのごっつごつのこのカスタムになんか変だなーって感じしますよね。これクッパが乗ったらまだ違和感ないけどさベビーマリオとかさ赤ちゃん系のキャラ乗ったらやっぱおかしいですよね。そんなわけで、次のレース最終レースはですねやっとね人数がまたね復活しましたんで動画再開していきたいと思います。よかったー人数が少人数の状態がね長く続いてたんで動画撮れなかったんですけど最終レースは 200cc の臨時メトロやっていこうと思います。よろしくお願いします。まずコイン集めて初手アイテムは前赤コーラ持っちゃってんだ
すぐブレーキしよっか。んで、ここでしっかりアイテム割ります。赤コーラ多分僕じゃないね。オッケー、強い。1位で赤に強い。で、最後のリクエストなんですけど、誰が見ても、お菓子カスタムですね、続けてやっていこうと思います。キャラクターがもう1個変えればよかったかな。まあいっか。で、このレースね、1位取ったら今日の動画で終わりにしたいと思います。で、つまりね、1位取るまで、動画はね、終わりにしない、そんな感じでいこうと思います。まず1個目テレサ来たけど意味ないですね。アイテム前で3打来てほしいんだよな、いつも。これ赤消しできないか。まずいな、これダッシュ場で復帰するか。いや、勝てた、やばい。一応軽量級使ってるんですけどね、ハートが重たいから。危ない危ない。あー、なんでさー、いやー、やばい。さあ集中しましょう。じゃあこの1個のテレサで勝運を分けるな。赤コーラ引いてくれました。バナナ捨てて出たアイテムは赤にか。赤コーラ多いな、確か。ガンガンアイテム使おうか。でダブル割って、さあキノコいた、キノコいたんで、いや電車に当たらないように注意して、ここでもう1個使って、いやこれいけるな多分。さあダッシュ場乗ります。さあ復活に来たんですけども、いけー。さあ傷つけて、よし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 、奇跡の大逆転見たか。見た目はかっこいいけど、キャラクターはね、かわいいというね、なんともね、このギャップね。そんなね、こんなで今日はね、3つのリクエストをね、採用させていただきました。まずはなんだっけ、ガメ縛りですね。そしてマリオのターボワンカスタムで、最後はね、誰が見ても変だなと思うカスタムで、かわいいね、ベビーロゼッタに、かっこいいね、バウザーとライクカスタムというね、この3つをね、採用させていただきました。リクエストありがとうございます。また人減るねまあいつも通りなんでね、気にしないでおきましょうというわけで、もしね、初見さんとか、まだリクエストしてない方をね、優先的に採用していない方をね、まあ、採用していきたいと思いますので、この動画のコメント欄にですね、やってほしいこと、リクエスト、使ってほしいキャラクター、タイヤ、カート、カイト、なんでもいいんで、じゃんじゃんね、適当に書き込んでいただけると嬉しいです。コメント返信はね、必ずしますので、何卒よろしくお願いします。今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。